ありがとうございました。アーガトーン。先輩、先輩。なんや。先輩の挨拶ってなんか独特ですよね、いつも思うんですけど。そうか、普通やけどな。いやだって今もアーガトーン、ほらアーガトーン言ってますやんか。ちょっとおがだいま言うてますやんか。おふざけてんのか。いやふざけてないです、うん、ちゃんとやれよ。先輩そうじゃないですか。おがだいま、うるさいよ。だからでそれ使うんだったらおがだいま、おがだいま、あが違うんだよな。おがだいま。てかこの挨拶、これ僕ちょっと分かんないですけど、うん、なんつってんすか。いやだからありがとうございました、またのご来店お待ちしてますだろうが。尺が合ってないっすよね。いやもう伝わってるからこれは、うん、伝わってないと思うんだけどな。それ略してその感じになってるんですか。いやまあそうまあ略してというかな、うん、昔っからだからな。そうなんすか、うん、オーグダイナマイト、オーグダーンスよ、オーグダイナーズ。違う違うお前、はい、ちゃんと聞いとけよ。はい、オーグタグズスタルーズ。今ちょっと変わりましたよね。いや今のは、はい、ありがとうございました、天気悪いので足元を気をつけてお帰りください、そういうパターンもあるんです。そうや、そう言うてるかな。オーグタグズスタルーズ。違う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 、はい、オーグタグズスタルーズ。またちょっと違いますよね今のは、はい、あの右手とこの右肘は届かないですよねって。いやいつ使うんですかそれ。オーガテレテテレース。え今なんですか。今のオーガテレテテテレース。そのままなんですね。そのままのパターンもあるんだ。レパートリーすごいですね。まあな、なんでそんな挨拶してんすか。なんでそんな挨拶してんすか。なんで2回聞くんだよバカ野郎。いや全然聞いてくれないと思って。ラーメン屋はやっぱかっこよくないとダメなんだよ。はい、そういう意識も必要だからな。俺たち匠だからさ。そういうことなんだ。結構深いんすね。そうだよ、だからシャッとしとかないとダメなんだ。あ、じゃあ僕もちょっと勉強しますわ。あ、お客さん帰る。ちょっと天気悪いな。おーがダメだけジャブス。ありがとうございました。普通にも言うんすね。新中の鍋横交差点近くにあるラーメン店赤坂屋。料亭で使われる頭昆布を使用し、スープは上品な仕上がりで、こってりしすぎずあっさりしすぎず最後の一滴まで楽しめます。またラーメンの種類も豊富で、醤油、塩、味噌、魚だし、品そばとつけ麺、それに自慢の味付き餃子もおすすめです。女性や子供、ファミリーと幅広い層から愛されているラーメン店赤坂屋、ぜひ食べに来てね。太陽の光浴びながら流れてくるハッピーミュージック、どんな涙も乾いてゆく、降り注ぐ光から手中に君も歌おう、ハッピーミュージック、素晴らしい日が